エラマプロジェクトの石原由美ですということでエラマチャンネル、えー、復活ですありがとうございます えっと、だいぶあのお久しぶりですね二年ぶりぐらいの,あの更新になりますけれどもフィンランド人のみんなンクルプライネンと下向かいエリがナビゲーションを務めていましたが、えー、この復活バージョンからは私が一応メインとなって、えー、っといろいろお話をしていきたいなと思っていますで今日は、えー、っとフィンランドそのものについてちょっとお話ししたいなと思っています世界幸福度ランキングっていうのがあるんですねでそれがここに まあ一応、さまざまなとかまあ発表されているものがあって2018年、2019年そしてさっ、えー、先日ですね発表された2020のお世界幸福度ランキングでも3年連続フィンランドが1位になりました。 で、えーと、世界幸福度ランキングって何やねんっていうところなんですけど1、えー、つは、まあ、あなたは幸せですかはい幸せですって答えるもの、まあね、若干含まれているものもあるんですけど基本的にはその幸せの指数を数値で表したものの総合したランキングになります。例えば1人当たりの GDP とかあと寿命とか、えー、あとは社会的なサポート。 で人生の選択の自由ですね。自分の人生に選択して満足しているかどうかっていうところ、あとは、えー、と他人に対して寛容かどうか優しいかどうかってことですよね。で、あとビジネスとかあの政治の汚職があるかないかっていうところがまあ一応総合的なあの幸福とランキングの項目になっています。で、えー、フィンランドはまあ三年連続一を取っているんですけれども、まあ、どこかのその項目が突出しているっていうものはないんですが、えー、割とバランスよくあの。 数数字字がが取れてるっていいるるととううここであの数字上1位になっあます。でよく言われてるのがあのフィンランドの,その幸福度の高さって、まあ、社会的なサポートがすごく手厚いだったりとか、まあ、税金をたくさん納めてるからだよねとか、えー、教育がこう水準高くて無料で受けれるところだよねとかさまざ、あ、まなことを言われてることがあります。 その中でもエラマプロジェクトはそのフィンランドの人の生活に目を向けてみるとその生活とか人生におけるバランスっていうのが抜群に取られてるなっていうのが印象的です。はい まあ何がバランスいいか、まあ、例えば家族との時間とか仕事の時間とかあと自分のための時間っていうのがこうちょうどこう抜群にバランスを取るっていうのがあのフィンランドの人たちのまあ幸福のまあ えーとベースそんな中で、えー、その幸福度を支えるフィンランドの人の生活習慣の中で一つ注目したいのが自分のための時間を使うっていうところいわゆるマイタイムっていうやつですね。ということで幸福度ランキングが高い、まあ、一番の理由であるマイタイムについて、えー、次回は詳しくお話ししていきます。